私の JBN 芸能界テインメントワールドチャンネルへようこそ。ダブル新婚の嵐、櫻井翔&相葉雅紀も恋愛でちょろそうなジャニーズ4位以下。実は恋愛に関してはちょろい。そんなジャニーズについて10から30代の女性100人にリサーチ。別記事ではトップ3を紹介したが、ここでは恋愛にちょろそうなジャニーズ第4位以下に注目し、見ていこう。なんと第5位には、嵐の相葉雅紀と松本潤、キスマイ FT2 の玉森裕太、セクシーゾーンの菊池風磨きと松島聡、キング&プリンスの高橋海人の6人が同率でランクイン。9月28日にメンバーの櫻井翔と同時に結婚を発表したことが話題になった相葉雅紀。嵐の中では特に天然なキャラと素直な性格で知られる。そんな相葉には天然で純粋そうだからすぐに引っかかってしまいそう。28歳女性、人が良さそうで素直なので、騙されやすそう。25歳女性学生、フリーター、人懐っこくてすぐに人を好きになりそう。38歳女性主婦、など、素直な性格を挙げる人が多かった。嵐では、大野智と共に未婚を貫いている松本潤。ドラマで共演した井上真央との恋の噂などはあったが、実際の恋愛ではどうなのだろうか。選んだ人からはかっこいいからモテていそうだけど、意外と照れ屋っぽいイメージ。21歳女性学生、フリーターは、実は恋愛に対して免疫がなさそう。情熱的な面もあるから惚れっぽそう。34歳女性総務、人事、事務、などの理由が挙がった。グループではセンターで、キラキラした印象のキスマイの玉森裕太だが、実は物欲もなく、お酒も飲まない。休みの日はひたすら一人で過ごすという地味な生活を送っているという。そんな玉森にはほんわかと穏やかだから、相手のペースに持っていかれそう。33歳女性営業、販売、という理由や、かっこよくてモテるし、女の子が好きそう。28歳女性総務、人事、事務、というイメージを持っている人もいた。モテるために筋トレをするなど、モテることに前向きで、バラエティでも女性好きな一面を隠さないセクシーゾーンの菊池風磨きには、確実に爆モテな人生を送っていると思うから、恋愛にもフットワークが軽そう。26歳女性総務、人事、事務、あざとくて何が悪いの？に出ているのを見たが、すぐに落ちそうなポイントが多かった。31歳女性学生、フリーター、などの理由が見られた。一方、同じくセクゾの松島聡は、普段の言動のピュアでファンからは天使とも呼ばれている。そんな松島には純粋そうだし、基本人が好きそうだから、22歳女性主婦、とても素直なので女の子のあざとさにも気がつかず可愛いと素直に思いそう。33歳女性総務、人事、事務、など、素直な性格が上がった。天然揃いのキンプリだが、もちろん高橋海人も例に漏れず天然で知られる。高橋によれば他のメンバーの天然ぶりはいかに人間じゃないか。どれだけヤバいやつかで、自分はすっごい人間だという。そんな天然高橋には、素直で天然で甘えん坊なところがあるから、26歳女性総務、人事、事務、純粋そう。頼られると落ちちゃいそうだから、26歳女性医師、などの理由が挙がった。第4位は、嵐の櫻井翔。9月28日に結婚したばかりの櫻井。嵐の中では、キャスターのイメージもありしっかり者という評価がある一方で、バラエティではジャニーズなのにバク転できない、料理をさせればまるでダメなど、ポンコツぶりで愛されている。そんな不器用そうな印象があるのか、櫻井を選んだ人からは真面目だから。目が合えば落ちそう。36歳女性、ガードが硬そうだけど、結局ベタな女性の行動や仕草が好きそう。27歳女性主婦、という理由が挙がった。私のビデオを見てくれてありがとう。最新のビデオを受け取るために私のチャンネルを購読してください。